銀時様、これは一体。喜べ、お前の店だぞ。これからはここで懺悔を聞け。商売をしろと？お金は取れません。問題ねえよ。儲けの2割は諸場代としてババアへ、8割は協力代として俺がいただく。僕はとんでもない過ちを犯してしまって、それでこの間ちょっと腹立って、彼の部屋を掃除してる時にモップをぶん投げたら彼の大切なものにぶつかって壊してしまって。ロボッコ様、僕の犯した罪は許されるものでしょうか？天はこう言っています。あなたに罪はない。それよりもそのクソ上司に天罰を。何がお天気アナのフィギュアだ。いい年こいて気持ち悪いんだよ。天罰じゃ。ありがとうございました。アーメン。それでこの間腹立って寝てるあいつの顔に落書きしようとしてたらモップが飛んできて。それさっきのモップだよね。やっぱりクソ野郎はビチクソ野郎だったんだよ。それでモップを叩き割ったら一方はフィギュアに刺さって、一方はビチクソ野郎に刺さって。え、大丈夫なの？ビチクソ野郎無事なの？でも気づかず寝てたんでそのままにしてきたんです。いや、それ永遠の眠りについちゃったんじゃねえの？いいよいいよ、刺さったまんまで。それが奴の背負いし十字架。それでこの間腹立って寝ているゲリグソ野郎の顔面で気張ってたら、思ったより緩くてモップをかけていた仲間のところまで飛沫が。てめえら揃いも揃ってゲリグソ野郎に何してるわけ？そのまま放り出され、気がつくと僕の下に見知らぬ人影が。僕は怖くて怖くて、ゲリグソ野郎の押し入れにそれを隠してきました。お前が一番怖いよ。俺はとんでもねえ過ちを犯しちまって。実はよ、友人と街中歩いていたら空から毛玉が降ってきてな。え、俺たちはそいつに直撃して気を失っちまってな。気づいた時には友人の姿はどこにも見当たらなくなってて。もしかして、もしかして、あの毛玉が押し入れに隠したものって。将軍かよ。探せるところはもう探し尽くしたよ。でも冷静になって探せば意外と身近なところから出てくることってありますよね。押し入れとか。やるから将軍の股の蛇取り出してきた。そうか、押し入れか。よし、ここら辺の押し入れ片っ端から捜索してみよう。ありがとうよ。アーメン。アーメン。いや、アーメンじゃなくて、あの俺とんでもない過ちを犯してしまって、まあここが飯なしクーラーなし公園と変わらない物件で仕方ないんでドッグフード盗み食いしてたんですけど、それがバレたらしくて突然俺の部屋の襖が開いて、うにも言わさず川に捨てられちゃって。ひょっとして俺の知らねえうちに将軍の屍の他に生きる屍も居候してた。あなたのいた押し入れにはもう一人同居人がいませんでしたか？え、確かに上の段に人の気配が。そいつを道連れにもう一度川に身投げしなさい。そうすれば天も友人もプリンのことは水に流してくれるでしょう。いや、プリン以外の全てが流れちゃってんですけど。私がいいと言うまで上に上がってきてはいけませんよ。アーメン。いや、アーメンじゃなくて。あの、すいません、聞いてもらえますか？私彼氏と同棲してたんですけど、突然汚いアゴヒゲが現れて川に捨てられちゃって。お前だったんかい。あの、私は一体どうしたら彼に許してもらえるんでしょうか？心配しなくても彼はもう全然気にしてないと思いますよ。え、本当ですか？アーメンですか？全然アーメンですよ。新品のプリンでも冷蔵庫に戻しておけば今回はサービスで許してくれると天も言ってます。すまない、ちょっと話を聞いてほしいんだ。今あんなことやってる場合じゃねえんだよ。懺悔してえのはこっちの。ふわ。そうか、すまない。じゃあまた。生きてた！将軍様生きてた！記憶が残っていないんだ。え？だがここで過去をきっぱり捨て懺悔し、明日に向かって生きていくことを決めた。この桂さんと。お前なら立派な上位士になれる。一緒に腐った幕府、そして将軍を打倒しよう。ああ、桂さん。
あの、カツラさん、その人誰ですか？ショウちゃんだが。いや、そうじゃなくて。そのショウちゃんって一体誰ですか？そうか、みんなにはまだ紹介してなかったか。ショウちゃんだ。ショウちゃんだ、よろしく。いや、一歩たりとも会話が進んでないんですけど。この人、どっかの誰かとそっくりじゃありません？そうか、お前たちも気づいていたか。このアニメ、曲げの面をかぶったらほとんどのキャラがほぼ同じ顔になるってことを。いや、そうじゃなくて。まず第一に、リーダーたる者は常にクールでなければならん。今から俺とジェンガをやってもらう。組織全く関係ねえけど。俺たちがジェンガをやっている間、エリザベスが俺たちにドッジボールを仕掛けてくる。さらに背後からは黒の教師が、この愚か者と連呼してくる。この鬱陶しい状況下でいかにクールな思考を保ち、ジェンガを崩さないかが重要だ。その発想がすでにクールじゃないんだけど。リーダーの敵は目前に迫る白人でも叩きつけられるボールでもない。愚か者！愚か者じゃない、カツラだ！リーダーの敵、それ、流行ると思った、流行ると思った。こういうのは勝ち負けを決めること自体ナンセンスというか。愚か者！バカわしい！荒れちゃってるよ。つうか、さっきまでクールとか言ってたの誰だったっけ？リーダーは最後まで立ち、組織を守る。守るどころか、リーダーが組織壊滅させたけど。かといって横に並べば皆共倒れだ。ならば私は自らを土台として組織を支えたい。カツラさん、まずいよ。カツラさん負けちゃったよ。帝王学叩き込むとか言って思いっきり一本叩き込まれちゃったよ。ああ、もう勝負あったかな。真っ黒だよ。盤上も人間もあんなに真っ黒になるものなの？実は桂さんの悪口を書こうと思ったんだが、完璧なリーダーの弱みはあまり見つからなくて。仕方ないから白い面も黒く塗って自分の欠点を書いたんだ。桂さん、勝負に勝って人間性で負けた。うちらの大将連敗だよ。教えるどころか教わることばかりだよ。リーダーたる者、どんな手を使っても組織を勝利に導かねばならん。ということで俺と宇野をやってもらう。なぜなら俺は宇野が強いからだ。とうとう教えるのぶん投げたよ。ドロー4。ごく普通に負けた。エリザベ、だから止めてくれるな。決してついてくるなよ。もう一度だけ言う。決してついてくるなよ。もう一度だけ。あの、すいません、ゲームに集中できないんで静かにしといてもらえます？エリザベン。カツラさん、心配で来てしまった。二人とも怪我はないか？将軍、自分ち勝ち込みに来た。姫の首を先に取った方がリーダーということにせんか？なんでそうなった？なるほど、そこまでやられては幕府のメンツも丸つぶれとなるわ。いや、それ自分の顔面にうんこぶん投げてるようなもんだから。カツラさん、何を動揺している。お前は俺たちの仲間、リーダーとして守るのは当然だ。リーダーはいつもクールに、だろ？ああ、そうだったな。ちょっと静かにしてもらえますか？お前、命があっただけでもありがたく思えよ。話せ！ああ、うるさいって言ったよね。あれ、リーダー？え、なんでお前が？リーダー、リーダーよ、かましよ！